調査兵団はレイスケの領地にある礼拝堂に潜入。そこで地下へと続く隠し扉を発見する。その奥にエレンが拘束されていると確信した彼らは、敵が待ち構えていると考え、慎重に罠の準備を進めていた。準備を待つリヴァイはミカサが同姓のケニーの親戚である可能性を指摘。ミカサは両親について話し始める。生前の両親の話では、父の姓アッカーマン家は都市部で迫害を受けていたと聞きました。東洋人である母の一族は人種の違いからか町に居場所を失い、お互い壁の端の山奥に追い詰められた同士が出会って夫婦になったのです。なぜアッカーマン家が迫害されていたのかは父にも分かりません。お前、ある時突然力に目覚めたような感覚を経験したことはあるか？あります。ケニー・アッカーマンにもその瞬間があったそうだ。ある時ある瞬間に突然バカみてえな力が体中から湧いてきて、何をどうすればいいか分かるんだ。その瞬間が俺にもあった。よし、準備整いました。そうか。それでお前ら、手を汚す覚悟の方はどうだ？良さそうだな。入ってきた。まずは敵をできる限り内部。一体何を？これはまずい！煙が邪魔で的が絞れない。総員3体複数で1人ずつ囲め。作戦続行、全ての敵をここで叩く。まだ燃えてない樽がありますけど、敵が邪魔で火矢を当てられませんね。兵長、樽の周囲の敵を排除してください。そうすれば煙幕を増やして援護できます。もう汚れてるんだ。覚悟ならとっくにできてる。あ！
をかけさせやがって。ケニーはどこにいるんだ。この先には進ませない。お待たせ。ここからは私も行くよ。補給物資を持ってきたから使ってくれ。私たちがケニーの元に着いたのは、無意味な世界と人生に意味を見出すため。ならば最後まで信じてみよう。この世界を盤上ごとひっくり返すというケニーの夢を。君はケニーの右腕ってところかな。あんたはリヴァイの何、上官？我々は諦めない。ケニーの夢を実現するまでは。先に進むぞ。こっちからやらなきゃ、やられるだけだ。よう、リヴァイ、本当はおめえに構ってる暇なんざねえんだが、ここを突破されちゃ元も子もないんでな。仕方ねえ、遊んでやるよ。ケニー、ためらったら暇はねえってのに。よし、倒した。よっ、おくらせ。エレンを返せ。油断するなよ。奴を侮ると死ぬぞ。やった。加減に殺されろ、リヴァイ。お、教えてやったな、相手を追うときは前ばかり見るなって。じゃねえか。せめて一人敵に穴が開けば。あいつ、今だ。総員、最終防衛地点まで交代。もう邪魔すんなよ、ドジビー。落とせ。